タクトカグフの肩についてるトゲってなんか意味あるの？に対する反応集をお送りします。これ意味あるの？ザクは役に立つだろうけどグフはただの飾りだな。直線上に突き刺すより引っ掛けてすくい上げるならこの形状の方が有利。牛の角と同じだ。嘘だけど。敵が人型になる前からタックル決める気だったの？戦艦にタックルくらいは考えてたんじゃない？どちらかというと戦闘機クラスの大きさの艦艇に弾薬消費なしに攻撃できる手段だと思う。手で殴ると壊れるからな。宇宙じゃなんやかんやで質量攻撃が有効だから。トゲ方も謎だが右肩の L 字盤も謎だろ。取り外して盾になるわけじゃないしさ。武器を持つ右手を少しでも被弾から防ぐダメだろ。ロボに利き手あるのか。利き手とかわけわからん発想線でもザクマシンガンは形状からして右手持ちで左補助、スコープもそれよう。確かにこの形にしたら左手持ちだといろいろ問題あるな。左右変えられるならいいが。なんだかんだ言って V ガンの時代でも使われてるな。多分武士の刀みたいな存在なんだろう。開発会社関係なく受け入れられてるあたりよほど有用だったんだろう。ザクは両肩トゲはあったけど両肩シールドってないな。ザクタンクがあるよ。ザクタンクの盾は地味に頭部までカバーされている。視界が悪そう。ザメルみたいな格闘戦と無縁な機体にもトゲついてる。ザクのトゲっていいバランスだよな。鋭すぎず細すぎずいかにも質量ぶつけるためのトゲって感じ。建物壊す鉄球に近い感覚。ジョニー・ライデン専用機で有名な R2 型。それまでのザクよりトゲが鋭角化されている。つまりこれは戦訓から現場に求められた仕様なんだよ。アナハイムでもトゲはいると判断されたらしい。まあ現実に使ってる製品だって機能面では真四角とかでいいのにいろんなデザイン凝ってるからな。軍人なんてそれこそ式も大事だし見た目凝るのに意味しかない。トゲは機能より敵兵に対する視覚的な威嚇って線も考えられんこともない。ザクの重量乗せてトゲぶつければそや強い。パイロットのことを考えなければ鉄の塊をスパイク付きで衝突させるのだから理にかなっている。ドズルの型のトゲの方が謎なんだが。近距離格闘戦で有効だったと仮定すると、今度は連邦系のモビルスーツにトゲがついていないのはなぜなのか、という謎が発生する。連邦のジム系ガンダム系ジェガン系にはないんだよな。不要だと考える派閥も同じくらいの機関存在すると考えると面白いな。ザク1でも犠牲か何かでタックル意外と使えたんで強化した設定になったんだっけ。あと片盾はわかりやすいように見やすい反対に書いてみせたらそのままになったので本来は逆だったって聞いたことがある。機能性よりデザイン性だろ。歴史の浅いスペースノイドは解雇趣味的なもんにこだわりがちなのはトゲ以外もそうだし。そや車に惹かれたら死ぬやろと同じで。基本的に重さは大きさで比例的に増えるかつ重い方が運動エネルギー、ぶつかった時のエネルギーも大きくなるんだからでかいものをぶつけるってのは極めて効率的に高い威力出せる手段よ。あとザクにはあるけどジムなど連邦機にはないってのは、初代ガンダムの宇宙世紀においてモビルスーツ自体がジオンのザクが最初で先で。この最初期段階ではビーム兵器を普通のモビルスーツが基本的に携行してないんだからこの種の物理法則に則った原始的な破壊力を重視するのは当然のこと。それが78ガンダム以降ザコモビルスーツでもビーム打ちまくるようになるんだから体当たり何かそもそも度外視ってなっていくのも自然で、別にメタ的に悪者だからトゲトゲってだけじゃない一定の説得力もあると思う。グフで大きくなったのは威嚇効果という設定があったはず。もしかすると、対物センサーが尖った物体に反応して警告や自動回避するのかもしれない。宇宙に追放された時唯一の娯楽が荷物に紛れてた北斗の拳だった。ガンダムハンマーもトゲトゲだし、連邦ジオン問わず有用性は実証されていたんだろうな。予想1、モビルスーツデザイナーの趣味説。宇宙世紀のモビルスーツデザイナーはどちらの陣営もかなり凝り性で衣装を重視してる。似たような性能のモビルスーツにも外装は違うものが多くカラーも機体ごとに変更してることが多い。ザクのトゲもそのうちの一つ。予想2、シールドとの重量バランスを意識してる説。ザクにシールドを装備させたら腰部の操作が左右で反応差が出てしまって感覚的に操作しづらかったので、シールド側の重量に近づけるよう、弾切れエネルギー切れの時の実用性も兼ねてスパイクをつけた。このあたりが理由じゃないかい？格闘用とは限らない。上段の角度をランダムに変えるためかもしれないし、転倒時に衝撃を吸収するためかもしれない。かなり長くトゲ付きモビルスーツがいた点からして少なくともつけて機能的に損するもんではないのだろうな。
ツルツルだとなんか寂しいし敵役のメカだからトゲつけたろぐらいにしか考えてなかっただろうな。まさかそこから40年以上続くとは誰も思わんだろうし。ガンダムの名が象徴化したように、ザクの肩スパイクも反連邦の象徴となっているのではなかろうか。実用性ではなく反連邦アピール目的で採用されているのかもしれない。それなら、なんでハイザックにもついているんですか？ハイザックはティターンズも使う関係でジオンの象徴であるザクに見た目やシルエットを似せて、ジオン残党の動揺を誘うためにつけてるのかもしれない。ジオン残党がハイザックに遭遇した場合、たとえ攻撃してきた相手が一瞬しか見えてなくてもシルエットがまんまザクだったら、ザクだと思って動揺するだろうし。がっつり場合でも見た目でジオンの象徴を汚してやったぞ的なアピールでジオン残党に心理的圧力をかける効果が期待できる。あれがないだけで軽量化できるんだから相当な理由が必要。狭いとこに肩から入ってトゲで幅の見当をつける猫のヒゲみたいなもんなんだよ。母船や基地から発進するときや帰還したときぶつけちゃって格納庫傷つけたりしないかいつも心配になる。衝突時にトゲにまず当たるからトゲなしで盾や肩パッドに当たるより衝撃が和らぐのは間違いのないところ。つまり、相手にタックルを食らわせたときにトゲが潰れることにより相手へのダメージを緩和してなるべく怪我をさせないようにするわけか。艦艇にトゲ肩でタックルかまして抜けなくなって一緒に爆死とかしたら不名誉戦士扱いされそう。Rジャジャの、トゲの先端がちょっと上向きになってるとこが気になって仕方がない。鋳型で成形してるのか？削り出しで作るのか？まっすぐなトゲを後からちょっと曲げてるのか？何しろ腕を振り上げず、スラスターの全力噴射だけで有効打撃になるんやで。腕に覚えのあるパイロットならサーベルやヒートホークよりもさらに至近距離での超インファイト時での攻撃方法として使えたんだろうし。単純質量兵器として打撃武器は有効なのは未来でも変わらないってことだろ。まあそこまで腕に覚えのある超インファイトできるパイロットなんてビーム兵器全盛期になったグリプス戦役以降はほとんど絶滅してるけどな。ちょっと剣舞走行にトゲ生やす程度で持ち札が1枚増えるなら手間を惜しまんでもいいやろって感じじゃね。現実に肩で突っ込んだらザクの肩可動部分にも相当なダメージあるだろ。肩で体当たりとかスパイクがあろうがなかろうが肩関節痛めそうだけどな。精密機械だということを忘れていそうだ。精密機械じゃなくて戦闘機械だよ。それくらいで壊れるならいらない。アプサラスのトゲは鳩よけスパイクみたいなもん。敵に上に乗られないようにするため。古来より船や戦車、航空機でさえラムアタックをやっていたのだから機動兵器に体当たりで有効となる装備を設けるのは極めて妥当。グフのトゲはタックル用というより頭部の防御用なのでは。頭狙いの横投げを一度防いで反撃的な。まあ連邦は速攻でビームサーベル実用化してるからあまり意味はなかったが。一応、運用時に何かにぶつけた時の保護とか、センサー内蔵で障害物を感知するとか、ごめん、やっぱいらないわ。宇宙でザクと戦うところをイメージした時にヒートホークを振りかぶって突っ込んでくるザクは肉薄前に撃破できれば大丈夫そうだけど、トゲタックルの姿勢に入ったザクはたとえ体を打ち抜けてもそのまま突っ込まれそうだから威圧感はあるかも。